これもう開発期ギリギリですかね。半自動戦ですね。足に担ぐセンサーが、ね、ちゃんと横を通過した時に横に攻撃を出しました。手とか足とこれ、全身でいくつセンサーついてるかなっていうぐらい。おっと、これはスリップですね、はい、ちょっと絡まってる。これは関係ないし、相手がお客の途中だったので。さあ、ちょっと起き上がるんですね。ちょっと巻き込まれた時に心配方が出せますね。はい、足に足に足に足がついてるんですけど、かなりついてますね。全身に10個以上の距離センサーを使っているような。おーっと、今日はなんか事実風が強いですね。まずはですね、ハイルエックスがワンダウン選手です。これはスリップですね。さあ、中央に近づくと、こんな感じで。これまでのところで言ったら、正面の攻撃が非常に変えれ。スワッツ、これはスリップですね。はい。起き上がれるか。あ、はいですね、はい。スープです、ダウン、はい、スープは。そして今、タイプが取れるから、今のね、相手の攻撃に倒したわけではないので。はい、で、どうしたらいいかなと思うんですけども。はい。ピンクロボットの方がね、これなかなかこうちょっと攻めづらいというか、はい、これ後ろは攻撃できるんですよね、カイレックス。センサーさえはそれにもついてるような感じ。そうなんですね。さあ、徐々に近寄ってきましたが、さあ、ここでどうだ。前を外して、さあ前に行った。ちょっとリンクの勝ちですけど、大丈夫ですかね。さあ行った、サードワン。あっ、ダウン取りました、今。カエレックス、2ダウン目を取りました。そうですね。はい、戻してください。はい。あ、お時間がもうダウンですが。ダウンですが、いけば。やっと攻